私たちには平田くんの力が必要なの。だから受けないよ。なら山内くんを戻してくれるのかな。いるようだね。醜い一面を見せてもらったよ、くれたまえ。君も望むものがあるとするなら私の視界に入らないでもらえるかな。いらないし興味もないさ。やめてください、光栄寺君。しかし早く平田ボーイのこと。いい加減鬱陶しいんだよ。向かってくる相手には容赦しないよ。君がいらないと言うなら私がいただくとしようか。降ろしてください。私が癒してあげようじゃないか。私はこう見えてもとてもジェントルなのさ。君はすでに私がもらい受けたからね。じゃない、君が周囲を傷つけているのさ。はいよ、もう消えてくれるかな。今日は平田ボーイを追うのは諦めたまえ。龍炎くん、どうしてここに。僕が欠席なら当然別の誰かが代理として参加するしかない。やら、あちらの対決も面白くなりそうですね。さて。